これ翔ちゃんに切れるんですかね、うち切っちゃいましょう。おここに専門が入ってない人が多すぎます。あ、すごい。こんにちは、美容師登場、ダキです。はい、今日はモデルさん来てきます。みちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はなんか大人っぽいショートに切りたいっていうことですよね。はい、はい、悩みとかってありますか？襟足が結構いつも跳ねてしまうので、はいはい、なんかそこ跳ねないようにしてほしいと、この辺が結構重たくなってしまうので、うんうん、なんかそこをいい具合に切ってほしいなと、ね、はい、思います。じゃあちょっとすっきりめに切っていこうかなと思うんですけど、ふみちゃんの場合だとちょっとこの辺とかが結構毛が溜まりやすい状況かなと思うので、うん、まあ、ここをすっきり切っていこうかなと思うんですけど、まあ美容師さんに向けてはここら辺の重みの切り方と、あと生え癖っていうところの切り方をね、ちょっとお伝えできればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、じゃあふみちゃん切っていくね。はい、はい、お願いします。ね、ふみちゃんの、今のステータスがこんな感じで、で、襟足がね、こういう感じ。背景強めで、ここのね、丸みがめちゃくちゃグッて入ってる。あ、結構跳ねやすそうですね。首も細いから、こうなってて毛も集まってるし、こう襟足もこっちに寄ってる。はい。で、ここが細い。これ、翔ちゃんに切れるんですかね、うち。切っちゃいましょう。おでこうやってここに厚みが多い人っているんですよね、結構ね、うん、頭がちっちゃい人にそういうの多くて、うん、でそういう場合は絶対ミドルから切ります。下から積み重ねていこうと思うと、どん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 ここが軽くなってこっちが重くなってきて、なるほど、わけわかんなくなるんで、はい、ここで最初にウエイトを決めちゃいます。はい、はい、ということで、ここの真ん中センターから切ります。レーザーでこういう感じですね。はい、ここにウエイトをまず作りました。グラデーションで作りました。グラデーションで作りました。で、これをオンベースで前上がりに切っていきます。はい、まあ後でこっちから切り返すんで、まあ、ここはこのガイドをなぞってこの長いのだけ切っていきましょう。そしたら今ここに一番長いウェイトができてるんで、はい、で前上がりにこうなってる感じだから、うん、ここはちょっともう一回チェックカットでこっちから切り返します。切れるとこまで切ります。この下はね、切らなくていいです。これペローンって残して、切れるここの厚みだけ切っていきましょう。今ミドルに前上がりのグラデーションが出てる。はい、そうです。そういう感じですね。でまだ下は何も手つけてないから、デザインはし放題。はい、そうです。はい、そしたら今ね、めっちゃウルフみたいな感じになってるんですけど、うん、これをただただ上から削っていきます。この今前上がりのラインができてるんで、うん、ここに V 字になってるんですよね。要はね、奥行きを感じるこの V 字になってるんで、はい、このまんま削っていきます。上から、はい、上から切っていくとデザインし放題ですね。そうっす。これ下から切っていくと、なんか襟足浮いちゃったとか。そうなんですよ。これでレーザーでこう潰していきます。こう生え癖無視して、もうダウンで切っていきます。はい、落ちる位置で削ってる感じですよね。そうです。まあ襟足沿っていいかっていうのは確認済みなんで、はい、それを確認してたらこうやって上からこう切っていきます。そしたら跳ねないですね、これね。はい、跳ねないです。上から潰してるんで、どんな襟足でもいきますよね。どんな襟足でもいきます。まあ、結果的にここにはこうハイレイヤーみたいなのが入ってるようなイメージなんですけど、うん、厚みを取りながらやっぱりレーザーで切れるので、こういうこう切る時っていうのはやっぱレーザーはやっぱり有効だなと思いますね。ハサミとかで切るのにハイレイヤー入れたりとかセームレイヤー入れたりとかしていくと、落とした時に違う方向に行っちゃったりとか。あ、そうです、そうです、そうです。ありそうですよね。だからもうここら辺はもう見ながらですよね。見ながら切ってくるっていう感じになります。そしたら上のセクションですね、まあ、ここは V 字で入ってる、前上がりで入ってるんで、ここも前上がりでレザーである程度ざっくり厚みを取っていきます。グラデーションでちょっとずつ重ねていきましょう。こう毛量多い人とかやっぱりレザーは有効かなと思います。シザーで切ってジャストで合わせてセッティングでついたら上がっちゃったとかありますもんね。そうですね。後からこの辺はちょっとシザーで整えていくんで、まあ、ざっくりちょっとこういう感じで切ったって感じです。良くないですか、後ろのフォルム。めっちゃくちゃ綺麗です。上げ線難しそうな感じ見えないですね。見えないですよね。でこっからちょっとこっちにつなげていきます。これも一回ざっくりとこの厚みを取りながら長さをサイドはやや前下がり気味ですか。やや前下がり気味ですね。ちょっと大人っぽいショットなんで。そうですね、はい、で、ある程度こうやってアバウトに長さを切ったら、もうちょっと長さを切りたいんで、ここが前上がりにこうなってるわけですね。はいはいはい、こう切ってありますよね。はい、これをもうちょっと長さ切りたいときは、ここのイヤートゥの境目のところ、前上がりで割ってるところ、そう、ここを前上がりに入れて、はい、ここを起点に、うん、こっからこっちに前下がりに、前上がり前下がりみたいな感じ。そう、前上がり前下がりで切っていく。この辺のラインがちょっと短く切る、はい、でも顔割りには長さが残ってる。そうです。これがこう繋がってると変なんですよ。ウエイト回りすぎちゃったりとか、全部フラットでこうやって繋がってくると、ちょっと女性らしさに欠けるというか、うん、でも女性の感じのフォルムでいうとこうなってる方がいいですよね、アウトラインが。なるほど。でこっちにちょっとウエイトが低めにあるみたいな方がかっこいい中でも素敵になりやすいかなと思います。
ですね。そしたら今結構下の方で切ってて、ここに厚みが溜まってる状況かなって感じなんで、ここの厚みを今取っていきます。前下がりのこの角を取ります。これを横すらレイヤーで、今切ったガイドに対して上のレイヤーを切ると。これやらないとヘルメットっぽくなりやすい。そうです、ここに厚みが溜まりすぎちゃって変な感じになりますので、そうならないように厚みを切ったって感じですね。ああ、もうすごい実際に。じゃあこの感じで一回乾かします。はい、まあこんな感じですね。乾かすとめっちゃフォルムいいじゃないですか。フォルムいいですよね、うん、ちょっとボテって残ってるんで。そうですね、先にまだここでもレザーでもやっぱこんぐらい残るってことは、ハサミだったらやばいっす。ハサミだったらもっとやばいっすよね、うん、レザーで崩しながら切っててもいいんですけど、うん、あんま崩しすぎちゃうとちょっとフォルムずれてったりとか、うん、見づらかったりとかすると思うんで、こういう毛量がある人とかはこのぐらいの厚みで切ってった方がいいかなと思います。はい、上からセニングを入れていきます。上からです。はい、この厚みを一回切って、このボテッとしてるのを一回なじませていきます。セニングって下からブロッキング取って入れる人多いと思うんですけど、うん、意外と上から入れて、ここってトップだけどフォルムに関係しますよね。しますね。そういうところの厚みを先に取ってあげた方がフォルムって見やすくなりますよ。あと圧倒的にここにセニングが入ってない人が多すぎます。表面ってセニング入れちゃダメみたいなのがあったりとかするから、はい、どうしてもここにセニングが入ってなくてこういう厚みが残ってる。なるほど。この厚みが残ってたりとかするとボテッとします。なんでまあ一周セニングでカットラインの厚みを一回崩すイメージで切ってあげるといいと思います。でセニング入れた後にチョップ入れると入れやすいんですよ。あ、今セニングだけですね。これセニングだけ。さっきやっぱボケてますね。そう、ボケてるからこれにチョップが入れやすくなるんですね。これをそのままチョップ入れてもあんまり意味ないですね。ここはもうちょっとボケてないと。なるほど。ちゃんとぼかしてからチョップは入れてあげる方がいいかなと思います。じゃあそしたら上の、セニング入れたら次はもう下から見ていきます。でこれこんな風にやっていくのはやっぱ上でフォルム見ますかね、うん、で下でフォルムも見ていくんですけど、うん、ここに厚みを残したいじゃないですか。真ん中ここのところに厚みを残したいか ら、はい、からいらないところから削いでいくとここが最後に残りますよね。下から削いでいくと最後上でチョップした時に上で上がりすぎてイカみたいになるじゃないですか。あ、そうですそうです。じゃあ同じようにね、ここのミドルのところも中間から下、まあここが丸みの位置になってくるんで、ここの部分は削がない方がいいですよね。ちょっとじゃあ前上がり気味に入れる感じなんで、そう、ここに重なってくるところのこの厚み、うん、この部分が軽くなればいいかなみたいなイメージで入れていきます。うん、お、そろそろもう終わりました。はい、めちゃくちゃいいじゃないですか。これまだ何もしてないですもんね。何もつけてないです。めちゃくちゃフォルム綺麗。フォルムだいぶ綺麗だと思います。ここが食ってしまって、うん、さっきの襟足がバーって重くなったのが全然わかんないですよね、うん、はい、こう終わって前上がりに切ってあげるとね結構スッキリしますよね。うん、うん、お疲れ様です。はい、はい、ありがとうございました。どうでしょう。すごいです。めっちゃスッキリしたね。めっちゃスッキリしましたね。結構ね短く切りたかったってねおっしゃってたから、はい、でね大人っぽい感じのショートでってことで、はい、前髪ちょっと長めで、イヤリングするっていうのもね、ちょっとね、ちょろっと聞いたから、ちょっとここら辺が、耳が、ちょっとこう、横見ると、気持ちつける感じ。本当だ。ちょっと耳かけたりとかしても、こう、かわいい。できる、できる。できる、かわいい。そういうのも考えてる。と、あとちょっと後ろ、触ってみてもらってもいい？おー、短く。おー、ない。ないね。ふいちょじゃーん。あ、すごい。かなりすっきり収まってる、はい、ちょっとここ丸に作ってって感じで、はい、やっぱここはねやっぱね毛が多いから。でもなんかすごく薄くないですか。すごいです。ね、いい感じだと思います。はい、ありがとうございます。美容師さん向けにちょっと話しようかなと思うんですけど、まあ仕上がりこんな感じでーす、うん、めっちゃ締まってる。めっちゃ締まりましたよね、ここがね、うん、これは上から切ってるからなんですよ。うん、下から重ねていくとやっぱりこのようにならないんですよね。そうですよね。どうしても浮いちゃったりとかカットラインがこうジグザグな感じとかっていうのは出づらいんです。デブラインとかに穴開いたりしそうですね。そうですそうです、うん、やっぱりこうカットラインとかも出やすい紙質だったんで、うん、やっぱりこういうアウトラインとかは上からこうレザーで厚みを取っていくってやり方をしてあげた方が絶対効率的だし、そういう生え癖とかの悩みとかにもちゃんとアタックできるかなっていうところ、うん、でやっぱりこうね毛量だったり広がるだったりとかそういうのがある人はどこを残すかっていうのを考えたもんですね、うん、上を軽くして下から軽くしてってここに厚みを残す、うんうん、ここ厚みを残すとやっぱこうやってフォルムがこうやって残るじゃないですか、うん、そうするとやっぱ女性らしくなったりとかしますし、まあ前から見た時もこの部分に厚みが残ってると、こうすいてここを厚み取ってこうやって乗せてきた時のここに丸みが来る、うん、やっぱそんな風に考えてセニングの入れ方もやってあげたりとかすると広がりやすい人とか短く切りたい人とかも安心して切れるかなと思うんで、まあぜひともね今日の考え方試してみてもらえると嬉しいです。
お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいです。いつの間にか髪の毛も明るくなっちゃって。いや、本当に大人っぽいね、ショートにね、うん、したいっていうことだったんで、はい、ちょっと前髪長めの短いショート切らせてもらいましたので、はい、かなり似合ってるかなと思います。はい、まあ、お伝えした通りね、広がりやすいところとか、まあそういうところとかをね、切り方をお伝えさせてもらいましたんで、まあぜひともね、参考にしてもらえたら嬉しいかなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。